この動画では小脳の動脈の画像解剖について説明していきます。小脳を栄養する血管は主に3つありますけれども、これらの解剖を理解することによって小脳梗塞や小脳出血、この部分に生じる動脈瘤などについて詳しくなれると思います。この動画の目標としては、小脳自体の基礎解剖についてまず説明し、小脳を栄養する動脈について説明していきます。またこれら3つの動脈には詳しいセグメントがありますけれども、小脳の動脈のセグメントについては書かれているものが少ないので、今回の動画ではそこまで徹底して説明していきたいと思います。また画像上でどのように見えるのか、血管支配領域はどのようになっているのかまで説明していきたいと思います。それではまず小脳の基礎解剖について見ていきたいと思います。脳は大きい方の大脳と小さい小脳がありますけれども、今回はこの小さい小脳に注目して見ていきます。大脳を少し隠させていただいて小脳を観察してみると、小脳はおおよそ3つのパートに分かれており、上側に乗っている前葉、下側にある後葉、そして前側にあるこの非常に小さい部分である変葉の3つのパートがあります。さらに小脳はこの部分で脳幹につながっており、小脳脚といわれる連絡通路となっているわけですけれども、この胸の部分に連結している最も太いものが中小脳脚、上側の中脳側で連結している部分を上小脳脚、下側の延髄側で連結している部分を下小脳脚と言います。ここで小脳だけを残させていただきましたけれども、この部分が小脳脚となっており、上側の上小脳脚、真ん中の中小脳脚、下側の下小脳脚となっています。さらに小脳の細かい部分を見てみると、前から見て一番この内側にあるこの部分、この部分を小脳扁桃と言います。この小脳扁桃も放射線技師が関わることが多い解剖です。さらにこの小脳の真ん中の部分ですね、この真ん中の正中部分にあるこの部分があたかも虫のように見えるということで小脳チューブと言います。まずこれらの基礎解剖について見ていただいて、これらの解剖構造にどのように血流を送っているのかが今回の動画のテーマとなります。小脳の基礎解剖についてイラストで確認してみると、小脳には様々な溝があり、主要な溝として第1列と後外側列がありますが、第1列のこの溝によって前葉と後葉が分かれます。また後外側列のこの溝によって後葉と変葉と小脳チューブの小節という部分を押した変葉小節葉という部分に分かれます。よって3つの主要なパートとして前葉、後葉、変葉小節葉があります。また脳幹と小脳をつなぐ連絡通路として上小脳脚、中小脳脚、下小脳脚がありますが、上小脳脚が中脳寄りと小脳を結ぶ連絡通路、中小脳脚が胸と小脳を結ぶ連絡通路、下小脳脚が延髄側と小脳を結ぶ連絡通路となります。こちらは小脳を上から見たイラストと下から見たイラストに対応しますが、正中の部分を小脳チューブ、小脳チューブの横のこの半球部を小脳扁桃、その前側にあるこの膨らみを扁葉と言います。小脳の機能としてはバランス感覚や平衡性を司ったり、筋肉の緊張や動きの強調、また運動の学習を行う器官となります。それでは今回の動画のメインテーマである小脳の動脈について見ていきたいと思います。小脳を栄養する血管は主要なものが3本あり、脳底動脈の遠位部から出る上小脳動脈 SCA、 脳底動脈の近位部から出る前下小脳動脈 ICA、 椎骨動脈の V4 セグメントから出る後下小脳動脈 PICA の3本があります。ここからはこの3本の血管についてそれぞれ詳しく説明していきたいと思います。まず上小脳動脈から見ていきたいと思います。上小脳動脈はスーピリアセレベラーアーテリーということで SCA と略されます。脳底動脈の遠位部からこのように横方向、後ろ方向に走っていく血管で、主に小脳の上側を栄養します。小脳半球の上部、小脳チューブの上部、その他視上角や小脳白質、上小脳脚や中小脳脚を栄養します。上小脳動脈は4つのセグメントに分かれており、中脳胸腓部のこの前側の部分であるアンティリアポントメゼンセファリックセグメント、
その外側側を栄養するラテラルポントメザセファリックセグメント、さらに中脳と小脳のこの境界部分を走るセレベロメゼンセファリックセグメント、そして皮質のこの上側を栄養するコーティカルセグメントに分かれます。こちらは上小脳動脈の血管支配と正常変異になりますが、上小脳動脈の血管支配領域としては小脳チューブの上部、小脳半球の上部、上小脳脚や視床角の周囲となります。通常とは違った解剖をしていますけれども、あまり病的意義はない正常変異としては、通常の場合は脳底動脈の遠位部から出ますけれども、両側や片側の低形成、起死が2つある重複、後大脳動脈と共通の起死を持っていたり、また後大脳動脈から発生する正常変異などがあります。続いて前下小脳動脈アンテリアインフィリアセレベラアーテリーアイカーについて説明していきます。前下小脳動脈は脳底動脈の近位部より分支し、暗球上では正面では横方向に、側面では後ろ方向に走る血管となります。支配領域としては小脳半球のうち後葉の前面、中小脳脚、胸脳下外側部、変葉を栄養します。前下小脳動脈は4つのセグメントに分かれており、胸の前側を走るアンテリアポンタリーセグメント、胸円髄後部の外側を走るラテラルポントメディアリーセグメント、そして変葉と小脳脚の部分を走るフロキュロペダンキュラーセグメント、そして皮質部分を栄養するコーティカルセグメントの4つのセグメントに分かれます。こちらは前下小脳動脈アイカの血管支配と正常変異となりますけれども、前下小脳動脈の血管支配領域としては中小脳脚の断面で、この中小脳脚や変葉の部分、また小脳半球の後葉のこの前側の面の部分となります。正常変異としては前下小脳動脈にもいろいろと個性があり、正常をこちらとすると遠位部分が無形成となっていたり、遠位部分の一部が低形成となっていたりするものがあります。こちらのような形成が不十分の場合には、代償的に後下小脳動脈が肥大し、その部分の血流を補います。逆もしかりで、前下小脳動脈と後下小脳動脈はこのように互いに助け合うような性質があります。また起死部が重複するような正常変異なども見られます。続いて後下小脳動脈ポスティリアインフィラセレベラアーテリーパイカーについて説明していきます。後下小脳動脈は椎骨動脈の遠位部 V4 より分支する血管です。椎骨動脈の解剖についてはこちらの動画で詳しく説明していますので、こちらの動画を参照いただけたらと思います。暗記上では屈曲しながらこのように上方向に走るというのが走行上の特徴となります。支配領域としては小脳半球の下面、小脳チューブの下部、小脳扁桃、第4脳室脈絡層などを栄養します。後下小脳動脈に関しては5つのセグメントが報告されており、円髄の前側を走るアンテリアメディアリーセグメント、円髄の外側を走るラテラルメディアリーセグメント、そして小脳扁桃と円髄の間をこのようにヘアピン状に走行するトンシロメディアリーセグメント、そしてここから少し難しいですけれども、この部分に第4脳室がありますけれども、第4脳室の下側の壁の部分を下髄板と言い、さらに脈絡層を形成する脈絡組織がありますけれども、下髄板の脈絡組織の付着部をテロベラージャンクションと言います。そのテロベラージャンクションと小脳扁桃の間の部分を走るテロベラトンシラセグメント、そして皮質部分を栄養するコーティカルセグメントの5つのセグメントに分かれます。こちらのスライドは後下小脳動脈の血管支配と正常変異を示したスライドですけれども、後下小脳動脈の血管支配としては小脳チューブの下部、小脳半球の下面、小脳扁桃などが血管支配領域となります。正常変異、つまり正常とは違っても病的意義はあまりない変異ですけれども、そちらに関しては2つの部分に分かれた後また1つに合流し、輪っかを形成する総形成フェネストレーション、2つの部分から分子するダブルオリジン、前下小脳動脈と後下小脳動脈は1つの起死部から出てくるアイカパイカバリアント、脳底動脈から起死する正常変異、
硬膜外から起死する正常変異、そして椎骨動脈が硬化小脳動脈で終了する VA ターミネイツやパイカエンドなどといわれる正常変異があります。それでは CT アンジオグラフィーの元画像を使って小脳の血管の走行について確認していきたいと思います。こちら横断像の元画像ですけれども、ウイルス動脈輪が見えていますが、下方向に下がっていくと太い広大脳動脈がこのように後ろ方向に出ています。ここから少しずつ下に下がっていくと、この部分で広大脳動脈よりも細いですけれども、脳底動脈の遠位部から血管が出ていることがわかります。こちらが上小脳動脈 SCA です。さらに下に下がっていくと、この部分からは椎骨動脈になっていますが、少し戻って脳底動脈の近位部からこのように血管が出ていることがわかります。こちらが前下小脳動脈 I 下というふうになります。さらに下に下がっていくと、ここからは椎骨動脈ですが、椎骨動脈からこの血管が出ていることが分かります。こちらが硬化小脳動脈パイカとなっており、一度下に下がった後ヘアピン状に方向を変え、また上に上がりますけれども、このように上方向に再び上がっているという走行が分かると思います。こちらは MR アンギオグラフィーの画像ですけれども、広大脳動脈のすぐ下にある脳底動脈遠位部にある上小脳動脈、下側に行き脳底動脈の近位部から出ている前下小脳動脈、そして椎骨動脈から出ており、このように屈曲しているのが特徴的な硬化小脳動脈が見受けられます。スクロール画像で確認していくと、前方循環系の血管がありますが、後ろ側に下がり広大脳動脈などの後方循環系が見えていますけれども、この脳底動脈の遠位部から出ているこちらの血管が上小脳動脈、下側に行きこちらが椎骨動脈になりますけれども、椎骨動脈が合流し脳底動脈の遠位部分、こちらから出ているこの血管が前下小脳動脈、さらにここから椎骨動脈に入り、この部分から血管が出ていますけれども、一旦下に下がり屈曲していくのが特徴的な硬化小脳動脈が見受けられます。視上段で観察するのは少し慣れが必要かもしれませんが、脳底動脈を見ていき、脳底動脈の遠位部で広大脳動脈の下を走っている細い血管、こちらが上小脳動脈、この部分に椎骨動脈がありますけれども、椎骨動脈が合流しこの脳底動脈の遠位部がありますが、そこから出ていくこの細い血管、こちらが前下小脳動脈、続いて椎骨動脈から出る血管を探し、この血管が出ていますけれども、屈曲しながら小脳の下側の部分に走っていると思います。こちらが硬化小脳動脈となります。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は小脳の血管について確認してきました。小脳の基礎解剖を確認し、3つの主要な血管である上小脳動脈 SCA、 前下小脳動脈 I 下、硬化小脳動脈パイカーについて確認してきました。上小脳動脈と前下小脳動脈は4つのセグメントがあり、硬化小脳動脈は5つのセグメントがありました。血管支配としては、中脳レベルや上小脳脚レベルの上の方の断面では上小脳動脈が担当、延髄レベルの下の断面では硬化小脳動脈が担当していると頭に入れ、中小脳脚レベルでは3つの血管が支配していますけれども、小脳半球に関しては上小脳動脈、小脳中部あたりでは硬化小脳動脈、そして中小脳脚や変容などの部分を前下小脳動脈が担当しているというふうに整理して頭に入れると分かりやすいと思います。このように血管支配を整理することによって、脳梗塞の画像所見などを見た際にどの血管が障害されているのかを推測できるということが大切だと思います。以上が今回の動画のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。